一つの大陸の物語シリーズは、電撃文庫から発行されているしぐれ、沢慶一のライトノベル作品のシリーズ。一つの大陸に存在する二つの連合国を舞台にしている。2002年のシリーズ最初の作品である、アリソンが刊行され、2002年から2004年にかけて、アリソンシリーズが完結。その後、アリソンシリーズの18年後を舞台に、 アリソンの娘、リリアを主人公とする続編、リリアとトレイズシリーズが2005年から2007年にかけて刊行され、また、リリアの友人メグみかと彼女に思いを寄せる少年、セロンを主人公としたスピンオフ、メグとセロンシリーズが2008年から2012年にかけて刊行された。そして2013年シリーズの完結編となる。 一つの大陸の物語の上下巻が刊行され、上巻の後書き内でシリーズの総称が一つの大陸の物語シリーズに決定したことが説明された。2008年にはアリソンとリリアとトレイズを原作としたテレビアニメアリソンとリリアが放送された。同作品についても本記事で解説を行う。物語の舞台は 大きな大陸が一つだけある世界となっている。暦は世界歴大陸のある惑星は、その約9割が海であり、両極は氷に覆われている。衛星は一つで、月と呼ばれる。この月は、光天周期が8日と短く、かなりの大きさを持っているように見える。白い月は、反射率が高く、満月の時には、夜でも、 農作業もできるほどの明るさとなる。さらに、この月は、頻繁に、海禁日食を起こす。その際は昼間にもかかわらず星が見えるほど、暗くなり、六四五では、真昼の夜、夜とも呼称される。大陸は、惑星の北半球に位置し、低緯度地方は、砂漠地帯、高緯度になるほどに、木々が多くなる。最南端は、赤道付近、最北端は、 北緯60度ほどに達する。形はジャガイモに似た、歪な楕円形。またそのほぼ中央を、北緯30度弱までは、中央山脈によって、それよりも北は、ルトニ川によって二分されている。中央山脈のほとんどは1万メートル級の山だが、大陸の他の部分には、大きな起伏はなく、平坦な土地が続いている。大山脈と大河によって、 川の両岸同士の交易は発達しなかった。また、人類の起源をめぐり、ルトニ川を挟んで、ロクシアーヌクレンポーとベゼルイルトア王国連合の戦争が長きにわたって続いていた。だが、それもアリソンでの壁画発見によって集結し、両国は和解リリアとトレイズ時点では、列車や飛行機を利用した交流がされている。 また、宗教上の理由による対立などはない様子。航空機前作通じて、レシプロ機が登場するが、稀にヘリコプターも登場。鉄道船舶緑島戦争の時などは、ルトニ川で、ガンボートが使用された。また、リリアとトレイズシリーズでは、スーベイル軍が、大型戦艦を保有している。 消火器、ボルトアクション小銃からアックスマイナス47、ドラグの不足劇銃まで登場する。通信トランシーバーの他に電話機が存在するが、電話機は高価でようやく一般家庭への普及が始まった段階。また、一般家庭への放送は、ラジオ放送の他に、テレビ放送も行われており、富裕層ではないリリアの家にもテレビはある。ロクシアヌクレインポー通称ロクシェ。 以降もそう記述する。ルトニ川の東岸に位置する14の国と2つの特別地域の連合体。物語はほとんどロクシェにて展開する。約200年前に成立した。セロンの槍と呼ばれる文様が正式文章。名前の後に生が来る。公用語のロクシェ語は首都特別地域の周辺の文字と言葉をもとにした人工言語。 かつては構成国それぞれの国の言葉があったが、現在では全て廃れている。またそれぞれの構成国は独自の警察機構を持ち、国境をまたいだ事件には、連邦警察が対応する。車は右側通行で、運出席は左側にある。免許は2輪が14歳、4輪が16歳から取得できる。飲酒は20歳から可能。 個人での武器所有が認められている。判明している六種構成国、地域は以下の通り。ベゼル・イルトア王国連合を通称、スーベイイル。以降もそう記述する。ルトに火星岩にある、ベゼルとイルトアの二つの王国、そしてそれに付随するいくつかの小国によってなる。首都はスフレストス。公用語は、ベゼル語。曲げ担当という正式文章がある。 スーベイイル人のフルネームは、自分の正式な名前、母親の親の姓、父親の親の姓、母親の旧姓、今の姓となるが、これは3305年頃には、古い風習となっており、名前と姓が逆転し、今の姓、自分の名前となる形式を正式な、フルネームとしているのが、一般的である。アリソンとリリアは、アリソンとリリアとトレイズを原作とした、 テレビアニメ作品。シリーズ前半は、アリソンを原作としたエピソードが、後半は、リリアとトレイズを原作としたエピソードがそれぞれ放送された。BS を含めて NHK で新作アニメを深夜帯で放送したのは、この作品が初めてである。原作中に、表現されていた大量殺人の描写や、直接的な殺人描写は、改変を受けており、 爽やかな冒険活劇となっている。その他にも二大国の言語の統一など、多岐にわたり変更点が見られる。また、原作では、触れられなかった、アリソンと、リリアとトレイズをつなぐ話が描かれた。基本的なストーリー及び、登場人物は、アリソンと、リリアとトレイズの子を参照。ジェネオンエンタテインメントより発売、ジェネオンエンタテインメントより発売この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できますアリソンとリリアに関するカテゴリー。ありがとうございます。